はい、どうも、明けましておめでとうございます。春ですけども、本日 1.4 ということでね、言わず知れた、新日本プロレス東京ドーム大会ということでね、来ておりますけれども、まあ、やっぱね、伝統の 1.4 ということで、今回はね、1.5 の東京ドームがなくて、大田区に切り替えまして、1.4 ね、東京ドーム、この日だけという大会で、かなりカードがね、ぎっしり凝縮した大会となっておりますけども、本日はですね、いつも来てる友人がですね、今日水曜日なんで仕事ということで来れなくて、本日はこちらの方と一緒に来ております。どうぞこちらへ。じゃあ、原さんでございますね。もうおなじみ、はい、スニーカーとスプだけじゃなくて実はプロレスももう本当に40年以上見てまして、めちゃくちゃマニアですよね、はい、めっちゃマニアですね、結構車の中でプロレスの話すると本当ついていけない場面が多々あるんで、どっちかっていうとやっぱもう2000年より前の時代の方が熱かったっけど、昭和プロレス、うん、まあ昭和というか平成、平成の、うん、はいはいはい、まあ三十四四天王、あ、もうその辺ですね、そっかノアに分裂とかぐらいまでかな、はい、その辺が一番熱かったっすけど、はい、やっぱプロレスに関してはね、はい、やっぱ愛を持ってるんで、はい、まあ今の若い世代たちに対してもすごい期待を持って、はい、やっぱ久々にちょっと猪木さんの追悼ということで正月ですけど来ましたPTA の、 あの会長の挨拶みたいな感じで、まあそうですね、考えてきたかね、本当はもうスノーボード行っててそれ、帰ってきたんですよ、このために、1点のために、1点のために、お、素晴らしいですね、本当スノーボード行き始めてから正月来てないですからね、夜深夜で見ていただけだったんだけど、ちょっとこれやっぱり猪木さんへのやっぱりリスペクトを込めて、うん、名前がつく大会である以上は来なきゃいけないと。俺はまあ新日ファンっていうよりも、プロレス界全体、全体、マット界を、そうですね、支えてるという、はい、うちファンとして、まあオタクまでいかないですけど、まあ試合とかそういう選手とかのやっぱり技とかで、そういうの、お客様とかをね、もう大事にするという、うん、そうですね、試合結果よりもやっぱり、あ、まあ、プロセスですか、これ。なるほど、なるほど。そのね、過程というかね。うん、そうです。それがプロレスの醍醐味とかね。そうですね。その総合とかと違って。必殺技を持ってないプロレスラーはプロじゃない。うん、オリジナル技持たないとダメという。ああ、やっぱり。そうです。まあ、どうなんか最低1個はね、なんか最近の選手は持つようにしてるような雰囲気ありますけども、ね、まあ、フィニッシュホールがないとダメですね。まあそうですね、だいたい1個ぐらいですもんね、最近はね、球場でやってますけども、ね、プロレス生で見るのは何日ぶりぐらいですか。いや、この前のジャンツルの、23回帰でしたっけ、はいはいはい、公約のホールやった、はい、それ以来だからまあ4、5ヶ月ぶりぐらい、4、5ヶ月ぶり、ああなるほど、東京ドーム来るのは何日ぐらい。東京ドームでプロレス見るのは、はい、本当にいつだったっけな、あのノアの東京ドーム大会以来ぐらいかもしれない、結構前ですよ、じゃあ、うん、そうですね、じゃあかなり久々で、そうですね、楽しみですか、やっぱ、はい、楽しみですね、ワクワクしますわ。注目の一戦とか何かありますか。やっぱり今日ナンバーワンはやっぱケニーオメガ、あ、ウィル・オスプレイ対ケニーオメガですね、チャンピオンが、やっぱね、うん、あそこのオスプレイがね、うん、AEW から久々に来ますけども、ね、あ、オスプレイじゃなくてケニオメガ、ケニオメガが AEW から来ますけども、うん、これは確かに楽しみですよ、これ ね、新日の外人だとやっぱ最近、うん、っていうか近年だとやっぱオメガが良かったかなと、ああ、うん、やっぱね、あの日本語しゃべれちゃうのね、ちょっと面白いですね、ね、結構リズム喋りますもんね、技が美しい、ああ確かに、あ、片役のね、片役の選手はやっぱ、はいはいはい、本当他の選手に出してなかったような技なんで、うん、ちょっと筋肉バスター並みにちょっと相手の協力が必要かもしれないけどでもやっぱあそこまで綺麗にねできるのなかなかないからね、あ、やっぱそうですか、うん、あれは素晴らしい技です。いや綺麗そうだね、綺麗です。リードスプレーはね、技結構強烈なんだけど、うん、あのフィニッシュホールドの、うん、だけ押すかっただけ、押すかったとか、あれがちょっと説得力ないんだよね、あの技がね。あ、そんなじゃ好きじゃないですか、じゃあ。いや、好きは好きなんだけど、はい、フィニッシュ技が弱いかな。なるほど。確かに、押すカッター、ちょっと、地味じゃ地味ですからね。押し越しカッターと変わんないですもんね。ああ、確かに、マネークリップとかね、お金とか、ね、そういう地味なんで、ちょっとあれなんですけどね。確かに、まあ、風くんの選手が派手ですからね。空中殺法とかすごいのにさ。いや、確かに確かに。あと、なんだっけ、あの、ヒドゥンブレーキだっけ。はいはいはい、はい、うん。あれもひどい技だよね、あれね。後頭部への、なんかね、後ろからバックエルボー、ね、あれ、昔、三沢さんが、やったんすよ。はいはいはい、なんだっけな、あいつ。
すげえ強い怪人いたんですよ、はい、そいつに後頭部に、はい、なんか後ろからランニングエルボーして、はい、解釈エルボーって言われたんですよ、はいはい、あれに続くぐらいひどい技ですけどね、ディグンブレイクっていうのは、あ、そうなんですか、そうなんですよ、なるほど、いやちょっとね楽しみですけども、はい、ちょっともう腕が痛くなったんで、ね、この辺で、はい、わかりました、じゃあ第ゼロ試合からじゃあ急いで見ましょうかね、はい、はい、じゃあ新日本プレス見まーす、おーしゃー、うん、プレスラーブ、はい、ね、終了いたしましたけど、お疲れ様でした、どうでした、いや久々の新日、はい、正月ね、東京来ましたけど、まあ、まあ期待してた試合は思った通り良かったですね、あ、良かったですか、メインイベントのね第一試合、はい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 、うん、まさにあれがメインとしか言いようがないですね、ちょっとあれ、今年超える試合出てくるかどうかするのね、いや、しばらく日本の試合じゃ超えないんじゃないかな、あれちょっと、しびれましたね、あの格すぎる試合というか、あんな血出てね、まあ、でもあの場合バチバチやってくんないと、やっぱお金出す方としてはやっぱね、うん、今の若手にはできない、いや、確かに、いや、あれオスベ選手、途中ちょっと本当になんか心配になるぐらいね、やばかったですね、頭ちょっと打っちゃってね、ちょっとね、逆転パターンなんかちょっとドンかかしらっていうね、時で、まあ普通にオスベと負けましたけども、いや、あれちょっと危なかったですよ ね、結構傷跡をえぐるような、まあ、ね、そうね、机に頭スリスリしてまして、ちょっと机がね、ちょっと脆かったのがね、ちょっと気になりましたけどね、見てましたね、ちょっとね、もうちょっとね、あれ砕けない方がいいですねうん、みんなちょっと夢をね壊すような感じがあるんで、ちょっと脆いですか、脆いですね、破片が多すぎます、机折れてもあんななんないからね、まだ破片でちょっとあれですか、ね、頭ざっくりきった感じですか、 それもあるし、ね、嘘ね、そう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 、いや危なかったですけど、相当危ない試合ですけど面白かったですね、面白かったですね、めちゃくちゃ面白かったですね、最高でしたね、やっぱ片翼の天使っていう技がね折り返すんですよ、やっぱさっき一度あれすごいですね、やっぱね首ビッと持ってるやつ、やっぱなかなかね、あの体勢持ってくるの本当さっきも言ったけど筋肉バスター並みに難しいんだけど、いや確かに難しいです、難しい、ただあの決まった時の美しさ、ね、今のね、あの選手にはなかなか真似できない、確かに首をあれ、ね、伸ばして腕でその持ってくるみたいな ね、あの綺麗さすごいですね、ネーミングも素晴らしい、確かに、いや絶望を与えてやるかのごとく、本当に大須部選手 ね、絶望を与えてましたね、まあ、これからやっぱね AEW に誰か乗り込んでいって、はい、取り戻すんじゃないかなっていう、そういう楽しさもあるしね、はい、あとあれですね、あのイブシとの友情パワーじゃないけど、神声出したっていうのも ね、ちょっと感慨深いですね、勝つって分かりました、ね、確かに、はい、俺もう原さん最後のなんかベルトマッチ全部予想当たってましたね、ね、まあまあロームに大津ライトナイ、オメガに岡田、ね、全部当たってましたね、そうですね、すごい、もう予想やった方がいいですよ、ね、予想フィニッシュホールドも最後の試合とかね読んだからね、ああどうしよう、天敬のエメラルドフロージョンからのあの投げ技で名前つけないとダメですね、そうですね、新日がエメラルド使っちゃいけないのかもしれないですけど、はい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 、まあ使うならばちょっとね、なんかレインフロージョンとかそういう名前にするとかね、フロージョンでちょっとエッセンス残ってる残ってるけど、まあまあ先代のちょっとねリスペクト込めて、やるとかね、成田蓮の試合も結構自分で、まあまあ良かったですね、すごいなんかちょっと柴田みたいな雰囲気ありつつ、ね、まあまあ、あのちょっと前に鏡になってるこの姿勢とかもなんかね柴田チックで、まあ、ちょっと応援してるのかもしれないですね、ヒゲの感じとかも、ちょっとね、なんか、まあ、これからの期待かな、期待ですね、ストロングスタイル、いやよかった、ね、面白かったのは最後メインで原口寝ちゃってるのが、ね、面白かったですね、居眠りしてじゃそれ言わないですね、あえて起こさないで写真撮っといたんで後で差し込んでください、あ、終わりですか、おまけで、いやちょっとね、はい、朝まで編集してちょっと寝ちゃいましたね、はい、あそれじゃあまた原さんね、はい、いつかまた行きましょう、プロレスね、はい、プロレスコラボ、はい、スノーボーとかね、行きましょう、はい、オッケーです、はい、よろしくお願いします、原さん、はい、どうもありがとうございました、はい、お疲れ様です、それではまた、東京プロレス、おーす、いきます、あー、起きた